日は26日、山井大輔一軍投手コーチを投手コーチ、二軍担当に、落合英治二,二軍投手兼育成コーチを投手兼育成コーチ、一軍担当にそれぞれ登録変更すると発表した。落合コーチは昨期までヘッド兼投手コーチを務め、今期から二軍投手兼育成コーチとなっていた。